僕のモレリアツージャパンの普段のデイリーケアの風景をご紹介してます。これ試合後ホヤホヤのねモレリアです。ちょっと角度的に左手でブラッシュしてるんですけど、まずはポイント部分をブラッシングします。人工芝の場合はしないんですけど、天然芝の試合の後は必ずと言っていいほどやってます。普段からシューズキーパー入れてるんですけど、シューズキーパーとインソールも外します。シューズキーパーで型崩れしない感じめっちゃあるんでおすすめなんと、インソールは汗で結構湿ってるんで取るようにしてます。人工芝とかねゴムチップもこの段階で取ってます。クリームの手入れしない場合、これで陰干しして終わりです。汚れがひどい場合とか、5、6時間ぐらい履いた時とか、まあ、決まりきってるわけじゃないんですけど、それぐらいの頻度でクリームでの手入れをねしてます。僕結構ベランダでやること多いんですけど、濡らした布でまず左右ともに水拭きします。これサッカーソックスに穴開いたやつを足首あたりで切ったやつなんですけど、めっちゃ汚れ落ちるんでおすすめです。親指とか人差し指曲げながらね、汚れダイレクトに落とすことできるんでめっちゃ気に入ってます。で、Pドットのクリーナーかお手入れセットの汚れ落としクリームで磨いていきます。布を変えた方がいいですかっていうコメントいただくこと多いんですけど、水分持ったまま布で磨いた方が汚れ落ちる感じあるんで、僕はねそのまま使ってます。いつも手入れ動画では靴置いて手入れしてるんでできないんですけど、自分でやるときは靴の中に手入れて、前足部は特に指の腹で内側から押し上げながら汚れ落としてます。マジで生きてるわけじゃないんですけど、このスズメの声とか聞きながら手入れするのめっちゃ優雅で好きなんですよ。ここで10分ぐらい僕は乾かします。そしてシューズクリームのホワイトでブラッシングしていきます。布でもいいですかって聞かれることあって、もちろん布でもいいんですけど、ブラシの方がムラなく塗り広げられる感じがあるんで僕はブラシでやってます。あとブラシがやっぱ単純に楽しいっていうところですよね。カメラ越しでも自分の目でもすぐにこうやってツヤ感が出てきて、皮が元気になってる感じがあって、わーなんかええことしてるなっていう気持ちになってくるんですよね。この紐は今回も洗ってないんですけど、よほど汚れない限り僕はあんま紐外して洗わないですね。最後空拭きして余分なクリームをね拭き取ってあげます。余分なクリームを取ってさらにツヤ感を出すっていうのが目的なので、さっきまで使ってたソックスとは違うソックスで空拭きしてます。アウトサイド側クリーム多いなとかね分かるんですよね。また別動画で解説するんですけど、これが1年半ぐらい使ってるモレリアの試合後手入れ終わった状態です。手入れで汚れにくくなるとか皮がへたりにくくなるっていうのはめっちゃ実感してるんで、皆さんもねやってみてください。足臭い人はここでグランズレメディ試してみてください。最後陰干しして終了です。手入れ僕めっちゃ好きになったんで、一人でもちょっとやってみようかなって思ってもらえたら嬉しいです。チャンネル登録コメントありがとうございます。